You're listening to Bay FM 真夜中のラジオフロージェタクスタジオ深夜の電話 Hey best friend みたいに聞いてくれてありがとう What up baby man you had a bad day Don't let them get to you Go FM in a polite way 明日に明日の風が吹く My gets like pain So okay have a nice day Staying up all night until the sun rises. Listening to the AM just to feel more. I'm feeling better, feeling good every day. Don't care about the bullshit in my way. I've hit rock bottom, but now I'm on the rise. No excuses, anything to make you wrong. This music's gonna make you feel good, better than any ever could. 折り紙プロダクション対馬義明です。セブンエイトミュージックキュレート始まりました。今週も折り紙プロダクションのアーティストとスタッフが一丸となってですね、音楽好きな皆さんにとって有益な情報をご提供していこうというふうに思っております。ということで早速ですね、音の裏側、このコーナーに行ってみようと思いますが、今週はですね DSP、いわゆる聞き放題サービス以外のデジタル領域での聞き方をですね、皆さんにご紹介できればと思います。すでに利用しているサービスもあると思いますが、もしかすると、聞いたことのないものも、あるかと思うので、参考にしていただければと思います。皆さん FM、AM、ラジオですね、いつもチェックしていると思うんですが、インターネット上ではですね、ラジコというシステムがありますね。この番組も今まさにラジコで聞いてる方もいらっしゃると思うんですが、まあ、これはFM、AM はもともとラジカセとか、いわゆるラジオのチューナーをですね合わせて、聞くのが、まあ普通のやり方だったわけですが、インターネット上では、ラジコと検索すると、ネットで聞けるようなチャンネルがあるということですね。でこのラジコの特徴としては、やはりタイムフリーというシステムですね。まあ、普通に、ラジオで聞いてると、その時間を逃したら、まあ二度と聞けないということなんですが、ラジコのタイムフリーを使うとですね、1週間は、その番組がアーカイブされているということで、これは本当に便利ですよね。でそれと有料版を使うとですね、リージョンがフリーになるということで、まあ、例えば関西に住んでいる人が、東京の、ラジオを聞きたいとか、千葉のラジオを聞きたいとか、有料版にすると、それが聞けるわけですね。まあ、日本全国のラジオが聞けるということで、興味のある方はですね、ぜひ有料版に切り替えてみてはどうでしょうということですね。そして次におすすめするのが、バンドキャンプというサイトですね。これもご存知の方は多いと思うんですが、いわゆるですねインディーアーティストが自分の作品を発表できる場なんですね。でこれはただで聞いていただくことも、できますし、有料で、ダウンロードの、システムも作れるんですね。まあ、本当に世界中のアーティストがこのバンドキャンプで自分の音源を発表販売しているので、ここをですね検索していくと、本当にレアなアーティストで、面白いなみたいなアーティストがですねどんどん出てくるので、バンドキャンプをですねずっとディグしてるともう1日終わっちゃうぐらい、面白いので、知らなかった方はですねぜひバンドキャンプと検索して、いろんな新しいアーティストに、出会えると思うんでチェックしてみてください。そして次にご紹介するのが、ラスト FM ですね。まあ、これは FM ということで、まあ、さっき紹介したラジコ、いわゆるラジオに、近い感覚のものなんですが、これはいわゆるインターネット上のラジオとしてはもう走りですよね。2002年3年ぐらいにはもう、立ち上がっていたんですが、まあ、イギリスから来たサービスで、このラスト FM っていう言葉がですね、まあ最後の FM ですよね。あなたが必要とする最後の FM みたいなキャッチフレーズだったと思うんですけど、まあ、これはですねいわゆるアルゴリズムと言われる、まあこんな音楽が好きだというところをこうコンピューターの方が、察知して、どん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 おすすめを、順番に投げてくれると
というシステムで、まあ、本当はもう17、18年前からあるわけなんですが、当時としては本当に画期的なシステムだったと思うんですね。でまあ、今はそういった、YouTube なんかもそうですけど、こんなのが好きな人はこういうのが好きですかとか、おすすめをしてくれるわけですが、とにかくどんどん好きな音楽が流れてきて、でもアーティスト名がわからない、そこにでも表示されているので、なるほどこういうアーティストさんなんだなっていうのがどんどんこう発見できる、こんな便利なものがあるのかっていうのは結構驚いたんですが、まあ、でも今でもすごく面白くて、まあ、なんか自分のこう FM を育てていくような感覚で楽しめるので、ラスト FM もですね、まだやってない方はぜひ、会員になってみてください。これもちろん無料でやれるのでおすすめです。そして次におすすめするのがポッドキャストですね。まあ、これも、ご存知の方多いと思うんですが、意外とポッドキャストって名前はよく聞くけどなんだろうっていう方もいるんですよね。なので、まあ、簡単に、説明させていただくと、もともとアップルが作ったシステムですね。まあ、当時のいわゆる iPod と、ブロードキャストの、を掛け合わせた名前で、まあ、ポッドキャストと言われるわけですが、まあ、今や、Apple だけではなくてこのシステム自体をポッドキャストと呼ぶんで、様々なポッドキャストが存在してるわけですね。まあ、もちろん Apple にも、今もあるんですが、もう本当に数々のポッドキャストがあって、これ簡単に言うと自分でラジオ局を作ってるような感覚ですよね。でアメリカとか海外では本当にもうポッドキャストっていうのはポピュラーになっていて、ただまだ日本ではそこまで根付いてないなっていう印象があるんですが、これ何が面白いかっていうと、本当にマニアックなチャンネルが多いんですね。もちろん音楽のチャンネルもたくさんあるんですが、例えばですね、車が大好きな人がいるとして、そういう番組をやっているっていう人ももちろんいるんですが、その中でも、タイヤの質をずっと語っているとか、ネジの話だけしてるとか、ものすごいマニアックな、これがいわゆる一般的なラジオではこんな話を永遠にしててもなかなか、聴取率、まあ、取れないだろうという番組も、まあ、ポッドキャストだからこそできてしまうということで、これは本当に大好きなものの中でもさらにマニアックに行きたいという時はポッドキャストで検索すると面白いものが結構出てくるのでおすすめですね。まあ英語のものが今多いんですが、もちろん日本人の方もねたくさんポッドキャストやってるんで、探してみてはどうでしょうという感じですね。はい、ということで次におすすめするものがですね、まあちょっと今日はなんかラジオ的なものが多いんですが、レディオガーデンというサイトですね。これも本当によくできていて面白いんですが、まあ、ちょっと誰が作ったのかね、なかなか謎な感じなんですが、いわゆるGoogle Earthのようなイメージで、このレディオガーデンのサイトに行くと、地球儀みたいに地球があるんですね。で例えば日本の、国に行ってみると、緑の点がこうついていて、でそこをクリックすると、その地域の FM が聞けるという感じなんですね。これまあいわゆる、ポピュラーな FM 局ではなくて、どちらかというといわゆるコミュニティ FM みたいなところなんですけど、まあ、結構、点がいっぱいついてるんですね。もう本当に僕らが普段なかなか行けないような国とかも、ズームアップしていくとラジオ局がやっぱ存在していて、そこをクリックするとその国のその地域のラジオが聞けるっていうことで、まあ、例えばこう今日はカザフスタンあたりを聞いてみようとか、今日はブラジルまで行ってみようとか、その地球儀をくるくるですね回していくと実際にまあ聞けてしまうという、本当にこれ画期的で意外と思いつかなかったアイデアで、まあ、このサイト僕も、毎日のようにお邪魔しちゃうところですね。まあ、これ知らなかった方、ぜひちょっと一度チェックしてみていただけるといいと思います。はい、そして最後におすすめなのが、サウンドクラウドですね。
これもまあご存知の方多いと思うんですが、ミックスクラウド、サウンドクラウド、2つの、サイトがあるんですが、まあ、同じところが経営してるんですけども、音声に特化したサイトで、まあ、本当に世界中のアーティスト、もうインディーもメジャーも問わずですが、自分の作品をここでですね、発表していて、まあ、それぞれページを持ってるということで、まあ、どっちかというと個人的には大きいアーティストよりも、インディーのアーティストとか、もう本当リリースもしてないようなアーティスト、そういった人がですね、自由にここにどんどん上げていくような、人がたくさんいるので、ここからスターになっていくような人もたくさんいるので、このサウンドクラウド、ミックスクラウドはですね、もうちょこちょこチェックしてると、新たな音楽の出会いが、あるということで、ここもおすすめです。折り紙プロダクション対馬義明がお送りしております、セブンエイトミュージックキュレート、今日はですね、いわゆる DSP、聞き放題サービス以外で、どうやって音楽に出会うかということで、いくつかのサイトを紹介させていただきました。もう一度サイトだけ、ざっとご紹介しますと、ラスト FM、 ラジコ、サウンドクラウド、ミックスクラウド、バンドキャンプ、レディオガーデン、ポッドキャストという感じですね。まあ、まだまだ音楽を聴けるサイトっていうのたくさんあるんですが、今日はですね、僕の独断と偏見で、おすすめのサイトをピックアップさせていただきました。はい、皆さんこんばんは、ひろあきです。そして Welcome to 78 Music Curate Bay FM ということで、今週もね、こちらのコーナー、始まりました。ここではですね、折り紙のアーティストたちがですね、毎週週替わりに、まあ、音を重ねたり、まあ、抜いたり、いろいろ遊んだりしてみて、ジングルを作るというコーナーです。それでは早速、先週までにね、できてるジングルを聞いてみようかなと思います。You're listening to Bay FM 真夜中のラジオ Flow 自宅スタジオ深夜の電話 Hey best friend みたいに聞いてくれてありがとう。What up, babe? Man, you had a bad day. Don't let him get to you. Go FM in a polite way. 明日に明日の風が吹く My gets like pain. So okay, have a nice day. 俺らにくれに続くこの Relay。Staying up all night until the sun rises. Listen to the Bay FM just to feel it all. I'm feeling better, feeling good every day. Don't care about the bullshit in my way. I've hit rock bottom, but now I'm on the rise. No excuses, anything to make it wrong. This music's gonna make you feel good, better than any ever could. Yeah, yeah. なるほど。前回ね、やった時はもうすごい、これラップしたいと思ってラップ、したんですけど、そっから、さらに、なんつうんですかね、まあ、ドープというか、エクスペリメンタルな感じになってますね。ちょうどね、僕の次の、放送の回で、まあ、シンゴッチが、なんかこう、ちょっとオーバルっぽいテイストでアレンジしてみようかなと思います、みたいな感じを、言ってたのは聞いてですね。で、あ、すごいかっこいいなって思ってて。で、その後もたまたまマバヌアがやった回で、何ですか、もうほんと、ビートもざっくり変わって、だと、ね、僕の声も結構加工されて、すごい面白い感じになってたなっていうのはすごい、思ってたんですけど、そこから、まあ、さらに2週ですよね。加わって、まあ、セッキーとマイキーがね、なんかこんな風にアレンジしてくるっていうのはすごい、予想外だったなと思って。でも実際これ曲としてというか、まあ1分ぐらいあるので、
ね、なんかもうジングルっていうかほとんど曲に近いなとちょっと思ってはいたんですけど、そう、この、曲にですねちょっと思いついたのが、なんかこう途中でまたピアノだけになるじゃないですか。で、まあ、ピアノだけになった時に、まあ、ちょっと転調するっていうか、まあ、キー上がっていく感じなんですけど、で、そこからさらにマイキーの、歌と、あと、なんかこう、ぶっといビートが、入ってくるので、なんかね、もう結構、それはそれですごい枠組みがしっかりしてるので、どうしようかなと思ったんですけど、なんとなくね、なんかちょっと思いついたのが、最近サックスをですねまたちょっと練習し始めたり、まあ、したりしなかったりみたいな感じで、もともと小学校中学校、アメリカ行った時にサックスアルトサックスやってたんですけど、もう帰ってきてからですねあんまり演奏する、まあ、機会がないというか、まあ、してなかったんですが、ここ最近ですねまたちょっと本当不定期なんですけど、レッスン受けたりとか、ちょっと自分で吹いてみたりしてたので、なんかこの曲すごい、後半がすごいエクスペリメンタル。前編通して、実験的な要素が多いなと思ったので、まあ、ちょっとね、僕の、下手くそなサックスではあるんですけど、ちょっと実験をさらにしてみようかなと思って、まあ、ちょっとね、後半にかけて、サックス入れてみました。You're listening to Bay FM 真夜中のラジオフロージェタクスタジオ深夜の電話 Hey best friend みたいに聞いてくれてありがとう What up babe man you had a bad day Don't let him get to you Go FM in a polite way 明日に明日の風が吹く My gets like pain So keep have a nice day続くこのリレイStaying up all night until the sunrise Listening to the AM just to feel alive I'm feeling better, feeling good every day Don't care about the bullshit in my way I've hit rock bottom but now I'm on the rise No excuses, anything to make it wrong This music's gonna make you feel good Better than any ever could はい、アルトサックス入れてみました。ねえ、どうなんですかね。まあ正直ちょっと恥ずかしかったりもするんですけど、どのぐらいね、テイク重ねてるかっていうのはちょっと、お知らせできないぐらいなんですが、そう、まあなんか、こういうフレーズありかなと思って、まあ本当はもうちょっとなんかこう、ソプラノサックスとかで、やったりしてもかっこいいのかなとか、フルートでやってもかっこいいのかなとは思うんですけど、まあ、現状できるのがアルトサックスなので、まあ、ちょっとね、試してみたんですけど、このままだとね、ちょっとね、まだ個人的に恥ずかしいので、まあ、これに、さらに、まあ、コーラスを重ねてうまく、馴染ませるというか、やってみようかなと思います。You're listening to Bay FM 真夜中のラジオフロージェタクスタジオ深夜の電話 Hey best friend みたいに聞いてくれてありがとう What up babe man you had a bad day Don't let him get to you Go FM in a polite way 明日に明日の風が吹く My gets like pain So keep have a nice day Staying up all night until the sun rises Listening to the AM just to feel alive I'm feeling better, feeling good every day Don't care about the bullshit in my way I've hit rock bottom but now I'm on the rise No excuses, anything to make it wrong This music's gonna make you feel good Better than anyone ever could はい、こんな感じで重ねてみましたけど、どうすかね、
まあちょっと、実験的な感じではあるんですけど、なんかね、個人的にはすごい面白いなと思ってやってみたので、このままね、また来週、シンゴッチに、バトンタッチしてどうなっていくのかっていうのはすごい楽しみなので、ぜひとも来週もチェックしてみてください。ここのコーナーの相手はひろあきでした。78 Music Curate Bay FM。 ここからのコーナーも僕ひろあきがお送りいたします。そうですね、5月15日の、ラブシュプリームフェスティバルがですね、まあ残念ながら中止ということで、A タックバンドで、出演予定だったんですけれどもね、それも出演叶わずで、ね、同じ日に、オーバルも出る予定だったんですけど、ね、それも楽しみだったんだけど、ね、まあ、なかなか、ね、ライブできなかったですけど、ね、どうにかなるといいかなとは思ってるんですが、とりあえずね、気を取り直して、また、ライブだったり、まあ、SNS だったり、まあ、それこそ配信だったり、こういった形のね、ラジオ等々で、皆さんに何かしら届けられたらいいなと思ってますのでよろしくお願いします。ここのコーナーではですね、まあ、僕が最近気になってる曲を、セレクトしていくっていうことなんですけれども、前回は確か大勢の人数、大人数、大編成での音楽を、紹介したと思うんですが、今回はね、なんだろうな、なんかくくれるかな。まあちょっと、紹介した後に考えてみようかなと思います。それではですね、ここで一曲聴いていただきたいと思います。バーミングタイガーで Just Fun。 はい、お送りしたのはバーミングタイガーで Just Fun でした。このバーミングタイガーはですね、本当最近知ったんですけど、韓国のソウルをベースに活動している、まあ、9人組のヒップホップグループ、クルーですかね。韓国でやってるので、まあ、K-POP って言ってもいいのかもしれないですけど、まあ、やっぱヒップホップな要素が強いのかなと思ってます。で、まあ、本人たちはですね、多国籍オルタナ K-POP バンドと呼んでほしい。そうなので、まあジャンルをね結構定義するのが難しいのかなって思うのと、あと言葉もね、言語もそれこそ、まあ、英語と、韓国語をこの曲では行き来してますけど、曲によってはなんかスペイン語ちょっと入ったりとかもしてるし、クルーの中にはちょっと何日本にね育ったりとかっていう人もいたりするので、本当に多国籍な感じがすごい好きだなと思ってます。で、まあ、ビートもかっこいいですけど、なんかやっぱ韓国語にスイッチした瞬間とかもなんかこう何言ってるかちょっと分かんなかったとしてもなんかすんなり受け入れられるので、そういう意味でね、こういう感じすごい好きだなと思います。で、グループの名前が面白いですよね。バーミングタイガーって皆さん知ってますかね。タイガーバームって、なんていうんですか、鎮痛クリームっていうんですかね。ね、肩こりとかそういうのに、効くクリームが、アジアですよね。アジアを代表する癒しともちょっと違うのかな。になろうとしてる感じが、していいなと思います。ちなみに、うちのボスがですね、何年か前だったか、あれ去年だったか、いや、もっと前か。にタイガーバームをですね、プレゼントで、お土産としてくれたのは今でも持っててたまに使ってます。はい、それではね、次の曲紹介したいと思います。次の曲は FKA Twigs で Don't Judge Me。はい、お聞きいただいたのはFKA Twigs で Don't Judge Me でした。結構ジーンとくる
感じの曲だなと、思います。この曲に出会ったのはですね、それこそネットフリックスで、なんだっけな、なんか、イタリアの、ベースの、なんかシリーズもの、透明人間になれるっていう、あの、ゼロってやつだったっけな、の、そのシリーズの中の一つのエピソードの中に、この曲流れてきてて、もうなんか、かっこいいなって思って、で、最初クレジットわかんなかったんですけど、あの、まあ、聞いてて、その、Don't judge me って言ってるところがあって、まあ、なんて言うんだろう、まあ、勝手に、あの、決めつけないでくれ、みたいなっていう、あの、まあ、歌詞の内容なんですけど、まあ、それを聞いて、あの、パッと聞いた感じで、もうこれ FK Twigs だろうなって思って、まあ、調べたら、まあ、今年の1月末ぐらいだったかなに、あの、リリースされてる、曲。で、まあ、ちゃんとフルで聞いたら、っていうか、あの、まあ、YouTube でね、あの、見たら、やっぱあの、FK Twigs って結構、あの、まあ、本人の、見せ方もすごいアーティスティックじゃないですか。メイクもすごいし、まあアルバムのジャケットとかもいつもかっこいいなと思うんですけど、最近は特にあのダンスにも力入れてて、で、この曲は、あの、もうダンスだけっていうよりか、なんかちょっと空手っぽいような、なんかこう、なんつうんですか、あの、マーシャルアーツ的な感じのすごい動きがあって、それがすごい、あの、曲にマッチしてて、まあ、この曲自体、あの、まあ、一応四つ打ちって言っていいと思うんですけど、あの、まあ、テンポ的には、あの、普通のね、ハウスミュージックの、あの、四つ打ちよりかは全然遅いんですが、それでもこう、まあ、ダンスミュージックになっているんだなと思って、なんかこう、まあ、シンセと、まあ、シンセベースの絡み具合で、あと、まあ、本当ね、FK Twigs のなんかちょっと、なんだろうな、天使っぽい声っていうか、あの、まあ、声自体はすごい可愛らしいんですけど、が、なんかこう、なんつうんすかね、まあ、なんとも言えない、こう、アンビエント感っていうか、で、すごいノスタルジックな気分にさせられ、で、なんかいい曲だなって思ってたら、まあ、途中に、あの、ラップが入ってて、まあ、そのヘリー・ワンっていう、これはイギリスのラッパーだと思うんですけど、まあ、彼も、またちょっと違う方向で Don't judge me 勝手に判断しないでくれみたいなっていうのをラップしてて、まあ、あの、本人は、あの、まあ、イギリスの、あの、黒人だと思うんですけど、なのでね、まあ、それでもやっぱり差別だったりとか、ね、あの、やっぱアメリカの、なんだ、I can't breathe とか、あの、っていうのからすごい、なんですかね、あの、まあ、アイディアをもらってっていうか、まあね、すごい訴えたいことがあるんだろうなと思って、彼の、ラップのところもすごいなんかちょっとなんだろうな、グッときた感じですね。うん、ね、すごい、PV も面白いので、ぜひともね、YouTube で、この FK Twigs の、Don't Judge Me ぜひ見てみてください。はい、それでは最後の曲紹介します。ナンディで Semantics。はい、お送りしたのはナンディで Semantics でした。このナンディもですね、あの、本当最近知ったアーティストで、まあ、皆さんね、折り紙聞いてる人は結構チェックしてるかもしれないんですけど、アメリカのシカゴに住んでる、セン・モリモト、ミュージシャン、まあ、ラッパーでもあり、トラックメーカーでもあり、サクソフォニストでもある、アーティストがいるんですけれども、まあ、彼のインスタだったっけな、かなんかで、あの、こういう、まあ、ナンディっていう人が、アルバム出したよっつって、いうのはチェックしてたんですけど、そう、でもアルバム出したのは去年の4月とかで、で、ほんとつい最近、リリースライブ、あの、無観客のリリースライブっていうのを、シカゴの、リンカンホールっていう場所でやったんですけど、それを、オンラインで見たんですよね。で、まあ、その前からバンドキャンプっていう、そこでアルバム視聴してたら、なんかつるっと全部聴けて、すげえ、なんかいいなと思って。で、この曲自体は、途中で激しくなりますけど、まあ、結構こう、まあ、チルっていうか、ね、感じ
じゃないですか。それ以外の曲はもうちょっとなんか分かりやすいメロディーの曲もあったり、もうほんとロック、なんかアルターナティブロックな感じの曲もあったり、なんかジャンル感があんまり、まあないというか、すごい多ジャンルなアーティストで、で、ナムディ自身も、別の名義でドラムを叩いたりとか、別のバンドでベース弾いたり、で、そのライブの時では、まあ、ギター弾いたり、鍵盤ちょっと弾いたり、みたいな感じで、で、歌と、まあ、ラップっぽい、ことを行き来してる感じだったんですけど、なんかね、歌詞の内容もちょっと面白いっていうか、なんか、気も可愛いというか、ちょっと、尖ってるなーって思う瞬間もあるんですけど、まあ、それ音楽性にもすごい出てるなーと思ってて、で、本人自身ね、結構、weird って言って、変わってるっていうのを自負してるそうなので、なんかねそういう感じの音楽でアルバムをつるっと楽しめるのをですね最近聞いてなかったので、そういう意味でアルバム通していいなと思ってて、でこの曲は特になんですかね、まあ、展開がちょっと面白いなっていうふうに思ったのでセレクトしてみました。でそのオンラインライブの時はですね、まあ、ドラマーが別でいたんですけど、そのドラマーは、その千森本のライブツアーで、も回ってた、ライアン・ダ・パーソンっていうドラマーがいて、で彼が叩いてたので、あやっぱその千森本とすごい近いシカゴのエリアにいるのかなと思ったら、なんか一緒にレコードレーブルをやってるんですかね、スーパーレコーズって言って SOOPERのレコーズっていうのを、マセン・モリモトと、あとナムディと、あとまあ他にも、数アーティストいると思うんですけど、やってるそうなので、なんかまあこれからね、そのレコードレーベルもチェックしてみようかなと思ってます。はい。まあ以上で、今回も3曲セレクトしてみましたけど、なんかちょっとまあ、聞いてみて思ったんですけど、なんとなく3曲とも、なんつうんですかね、まあ歌も入ってて、ラップも入ってて、で、まあ、音楽のジャンル的には、まあ、ヒップホップ寄りではあるんですけど、まあ、歌がある分ちょっとアルターナティブな感じなのかなと思っているので、まあ、今回はですね、まあ、アルターナティブミュージックを3曲紹介したっていうことにしてみようかなと思います。まあ、こんな感じのね、アーティスト、他にもすごい好きなアーティストたくさんいるので、また改めて、いろいろ紹介できたらいいなと思ってます。今週のお相手はヒロアキでした。7 8 Music Curate